皆さんこんばんは。パッションチャンネル笹の葉きららの一人旅チャンネル、今回で53回目になります。今回は今年行動制限のない4年ぶりのゴールデンウィークだったわけなんですけれども、そこで開催されました4年ぶりの小田原北条五代祭りの様子をご覧いただきます。それでは今回もよろしくお願いします。でパッションチャンネル笹の葉きららの一人旅チャンネル、今回で53回目になります。今回は今年4年ぶりの行動制限のないゴールデンウィーク、盛大に行われました神奈川県小田原市の北条五代祭りの様子を、少しでございますが、うち稽古場が小田原にありますので、ちょっと稽古場からの窓から撮影した様子とかも合わせつつお楽しみいただきたいと思います。それでは今回もよろしくお願いします。どうぞ。4年ぶりの行動制限のないゴールデンウィーク、5月3日に開催されました神奈川県小田原市北条五代祭り、いかがだったでしょうか。もう私稽古場がその神奈川県の小田原市にありまして、稽古場の窓からもその様子が見えて、すごく楽しく、もう本当に幸せな気分でお祭りを楽しむことができました。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。Thank you.